海自では次期潜水艦の計画が進んでいるようです。その次期潜水艦に VSL を装備するらしいという情報をつかんだので、今回は潜水艦に VSL を装備を見ていきたいと思います。2021年12月30日付読売新聞にニュースが掲載されました。内容は、海自潜水艦に対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を開始したというものでした。実装するミサイルは、VLS、バーティカル、ローンチイング、システム方式である可能性が高いということも記されていました。VLS とは、海自護衛艦などの水上戦闘艦にも搭載されているミサイルの垂直発射装置のことです。世界各国の戦略型原子力潜水艦の背面に装備されていることが多いようです。戦略型原子船は、その多くが核弾頭を搭載可能な潜水艦発射型弾道弾を運用する艦艇ですが、当時海自が検討していたのは、攻撃型潜水艦に対地攻撃能力の付与目的の並走にするというものでした。アメリカ海軍が保有している最新型攻撃型原子力潜水艦バージニア級に至っては、背面に VLS を12機も装備しています。その VLS から対地攻撃に使用する長射程トマホーク巡航ミサイルを運用できる仕様になっていて、高い対地攻撃能力を持っていると言います。このバージニア級のデータですが、水中排水量7800トン、全長 114.8M、全幅 10.4M にも達する大型の攻撃型原子船です。前述の通り VLS を12機も搭載しているのですから、海自の潜水艦を比較してみると、日本側は、はるかに小型と思えてしまいます。一例ですが、海自最新鋭潜水艦隊定型は、水上排水量3000トン、全長 84M、全幅 9.1M に過ぎません。といっても、通常動力型潜水艦としては、世界で最大級なのですが、VLS を搭載しようとしても、数は限られてしまいます。大きさで言えば、韓国の島山安正弘級潜水艦は、水中排水量3800トン、全長 83.5M、全幅 9.6M で、艦体背面に VLS が6機搭載されていますから、類似した形になると見られますね。アメリカ海軍のバージニア級や島山安正弘級が VLS を搭載している理由ですが、言うまでもなく、対地攻撃能力を高めるためです。しかし、トマホーク巡航ミサイル等の兵装は、通常の 533mm の魚雷発射管から発射することができるのです。そのために、これら攻撃型潜水艦に課せられる任務の範囲が広くなってしまうことで、533mm 魚雷発射管から発射される対艦攻撃用魚雷や巡航ミサイルの搭載数、それらを用いた戦闘へ即時参加する目的もあるため、独立した VLS を採用しているということになります。日本の場合ですが、昨年末報じられた対地攻撃用巡航ミサイルとしては、陸自に配備されている国産12式地対艦誘導弾の能力向上型をもって充当する予定になっているそうですが、この兵装も VLS と魚雷発射管の両方で使用できることを見込んでいると考えられます。結論ですが、日本が持っていない VLS 搭載型潜水艦を新しく作らなくても、今ある潜水艦も含め、533mm 魚雷発射管から運用することを見越して計画すれば、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式を採用する構想の実現の可能性は低いように感じるのです。中国と並んで、軍事拡張に勤しむ国の一つが、北朝鮮で、菅、過去に、
この国が潜水艦発射型弾道ミサイルを開発中と世間を騒がせたことがありました。と言っても、そもそも北朝鮮の技術レベルでは、前述のように難易度が高い水中発射型コールドローンチ方式を実用化するには無理があるのではないかという疑惑も記憶に残っているところではないでしょうか。現在、陸自に配備されている12式地対艦誘導弾は最大射程距離約 200km 弱と言われます。中国海軍艦艇の接近を阻止するために南西諸島への展開が拡充されていますが、能力向上型となると飛躍的に射程距離を延伸できるので、防衛装備庁を中心として着々と開発が進行中です。前述の12式地対艦誘導弾能力向上型に関しては、2021年度から2025年度にわたる5カ年計画で予算総額は400億円弱と決定しています。延伸する射程距離ですが、第1段階で 900km、第2段階で 1500km に伸ばすことが計画目標となっているそうです。とは言っても、12式地対艦誘導弾の能力向上型を生み出すのが先です。この能力向上型の12式対艦誘導弾が実在しなければ、VLS は、元より、533mm 雷発射管を使用しての運用も、絵に描いた街になってしまいます。空想の息を出ないというわけですね。だからこそ、こういった長距離対地攻撃能力を自衛隊が持つかもしれないという可能性を提示すること自体が、取りも直さず、中国への牽制の第一歩ということになるでしょう。抑止力としても働くかもしれませんね。ところで、上記のような話題がニュースとして公開されるということに、驚きを覚える人もいらっしゃるのではないでしょうか。というのは、戦後、日本の政治事情や諸外国との関わりもあり、自衛隊や防衛政策についてこれほど大っぴらに話されることはなかったからです。まして、兵装である12式地対艦誘導弾能力向上型の開発、潜水艦に搭載し攻撃能力を持つようにするというニュースが平気で世に出回ることに、国の変化を痛感して複雑な気分になる人も少なくはないはずです。ヘリコプター用搭載型の護衛艦出雲、夜加賀ガイフ35ライトニング 2B 型戦闘機を艦載するため航空母艦化改修された時にも違和感はありました。一昔前なら、専守防衛の自衛隊の理念に外れると言われ、即却下される内容だったはずです。当時、日本国憲法は改正されたわけでもなく、追記されたわけでもありませんでした。戦後から現在に至るまで、攻撃兵器を日本が保有することは禁じられていることに変わりはないのですが、攻撃的兵器とは何かという定義、範疇の解釈が俎上に挙げられているようです。日本政府の見解として公表したのが、憲法第9条に、抵触する攻撃的兵器は、具体的に、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦を指すという従来の解釈は、変わっていないということで、深い真意に関しては、方針転換まではされていないということでした。言葉の意味をもてあそんでいるような、ごまかされているように感じるのは筆者だけでしょうか。大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型航空母艦の3種が攻撃的兵器とみなされる理由ですが、敵国領土に届く射程距離があり、破壊目的のみに特化した大量破壊兵器だからと、日本政府は公に説明しています。政府が考える対応処置は、今までと同じ見解で、表向きは維持する必要があると、苦心しているようにも見えますが、
軍事兵器として見たら、大陸間弾道弾はともかく、長距離戦略爆撃機や攻撃型航空母艦は、第9条が制定された時代と比較したら、説得力に欠けるでしょう。ロシアのウクライナ侵攻に示されるように、戦闘機に長距離攻撃用の兵装を施し、長距離戦略爆撃機に匹敵する能力を持たせることも可能なのです。航空母艦も、艦載機の数を見れば、出雲、矢加賀は少ない方でしょうが、それをもって、攻撃的ではないというのは、かなり無理がありますよね。F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として並走することで、長距離攻撃も可能になることを考えれば、70年以上前に制定された日本国憲法の記述が、21世紀という時代の変化に対応していないことは明らかです。憲法第9条を絶対に堅持すべきと主張する人たちは、ここ最近の中国の軍事力脅威増大の陰に、アメリカとロシア間で軍縮が進められたことが影響を及ぼしていることを理解していないのではないかという意見があります。アメリカとロシアが従来の軍拡競争を抑えたとしても、この二国間では平和的な軍縮条約、中距離核戦力全廃条約 INF を締結はしましたが、これに縛られない中国が条約に反する攻撃的兵器配備を加速させる結果をもたらしただけに過ぎないという見方をする向きがあります。INF を無視した中国は、保有を禁じられていた射程距離500から500km までの地上発射形式中距離ミサイルを、核や通常弾頭、共に独占的に保有する状況になってしまったのです。しかし、そんな中国に危険を察知した当時のトランプ前大統領は INF を破棄しました。いや中で名高いトランプ氏は、そういうことは、にめはしが効いたようですね。現バイデン政権も、その路線を踏襲していますが、アメリカ海軍が世界に誇る大型原子力航空母艦の空母打撃群が、中国へは、容易に接近できない現状を変えられないということが、相手国の脅威を証明していることになりそうです。